愛媛新聞住宅公園パルニーサンサンキッズがやってくる。みんなこまってるわ。サンサンとゴモリルイッツ。今日はスーパーでのマナーを覚えよう。マナーを守って楽しくお買い物しよう。レッツレイ。今日はみんなでスーパーにお買い物に来たよ。バナナいっぱい買うんだ。早く中に入ろう。そうだね、行ってみよう。売ってるね。もっと中まで行ってみようよ。いいね。あ、2人とも。ちょっと待った。うわ、何？私はマナー警察のつくもよ。なんで警察さん来たの？あなたたち、お店の中を走ったわね。うん。周りをよく見てみて。他にもお買い物しているお客さんがいるの。ほんとだ。走ると他のお客さんにぶつかってしまったり怪我をしてしまうかもしれないのよ。とっても危ないんだね。お店の中はゆっくり歩いてね。守れないなら逮捕よ。もう走らないから許して。ダイオクエスト。君は罠だらけの遺跡の中でお宝を見つけることができるか。そう、大冒険だ。フルーツ売り場に着いたよ。大きな声を出してはいけません。他のお客さんがびっくりしちゃうわ。ごめんなさい。大きな声を出す子は逮捕よ。もう大きな声出しませんから。パン、パン売り場だ。うわ、私パン大好き。バナナパンないかな。うまそうだね。メロンパン美味しそう。クリームパンも美味しそう。買う？うん、見てただけ。ちょっとちょっと。わあ、また警察さん来ちゃった。買わないのに触って戻したわね。ダメなの？買わないものは勝手に触らずに見るだけにしましょう。これからは気をつけてちょうだい。はい。今度こそ逮捕よ。もうやらない。もう次に買うものは、グモリンがいない。さっきまでここにいたよ。グモリン、どこ？バナナキャンディー見つけちゃった。サンサン、これ買って。あれ、サンサン、プリル、どこ？バナナキャンディーに夢中で迷子になっちゃったよ。こらこら、警察さん。みんなと離れて勝手に歩き回ったら迷子になってしまうこともあるわ。心配したんだからね。一人で勝手に歩き回らずにみんなと離れないようにしましょう。守れない子は本当に逮捕しちゃうわよ。もう迷子になりたくないから気をつける。お菓子は買わないとだよね。チョコとクッキーとポテチも買って。やっぱりクッキーはやめようかな。あれ、どこの棚だっけ。わかんないからここでいいよ。ちょっと待った。じゃあまたまた警察さん。僕何かしちゃった？あなた今クッキーを違う棚に戻しましたね。クッキーの棚が見つけられなくって。違う棚に戻してしまうとお買い物している他のお客さんが困ってしまうわ。ごめんなさい。手に取った商品を戻すときは元の場所にちゃんと戻すこと。守れないなら今度こそ逮捕よ。もうしませんから。もう買うものないかな。そうだね、レジに並んでお金を払おう。結構並んでるね。早くお菓子食べたいのに。先にお金払わせてください。ちょっとちょっと。警察さん、今度は何？今レジでお客さんを抜かしたわね。お菓子早く食べたかったんだもん。早く食べたい気持ちはよくわかるけれど、レジでは順番を守って列に並んで待ちましょう。はい。何回もマナーを守れなかったあなたたち、今度は本当に逮捕します。逮捕は嫌。
でも今までのマナーを覚えていれば許してあげるわよ。僕たちちゃんと覚えてます。お店では走らずに歩く、大きな声を出さない、買わない商品は勝手に触らない、見るだけ、一人で歩き回らない、商品を戻すときは元の場所へ戻す、レジは列を抜かさず順番を守って並ぶ。うん、しっかり覚えていたわね。3人とも許してあげるわ。よかった。これからもマナーをしっかり守って楽しくお買い物してちょうだい。はい、早くお家でバナナキャンディー食べよう。そうだ、ちょっと待った。山道ドライブ、みんなコマネプルブサンさんとクモリンです。今日はプールのマナーを一緒に覚えよう。プールのお約束を守って夏をもっと楽しく、レッツプレイ。今日はプールだい、はしゃぎすぎ。ちっ、まだまだ子供だな。まだまだ子供だもん。それにノイズもに、なにクモリン、ノイズ大丈夫大丈夫。俺様もな、全然大丈夫じゃないわ。うわー、びっくりした。誰だ、怪我は大丈夫そうでよかったわ。あ、私はプールの監視員のつくもよ。早速プールのルールを破ったわね。え、僕？プールサイドで走るのは禁止よ。そうなんだ。滑って大怪我をするかもしれないわ。プールサイドはゆっくり歩きましょう。走ると気持ちいいのに。ルールを守れないならプールは禁止よ。あ、歩きます。ちょっとちょっと、怒られてやんの。あなたもよ。へいへい。ふぅ、ぷかぷか気持ちいい。最高。あ、今度はウォータースライダーで遊ぼう。あー、僕も僕も。おい、俺様が先だ。ドキドキ。あー、ちょっと、そんなに押したら。おっとっとと、うわー。おい、何してんだ。ノイズが押したんでしょ。はやひね、ほよはね、もう許さない。そこ、スライダーを登るのはダメよ。はい。キャッキャッキャッ、スーダスーダ。そっちも順番を守らないで相手を押したわね。なあ、ダメなのか。ダメに決まってるじゃない。前の人を押したり、ウォータースライダーを逆に登るなんて大怪我のもとよ。ぐぬぬ。正しい遊び方で遊んで、ウォータースライダーは楽しみましょう。はい。やっほー。なんだか遊んでたら喉乾いちゃった。僕も。キャッキャッキャッ、俺様はまだ平気だぜ。あー、もう喉カラカラ。飲み物は、あ、そうだ、ここのお水飲んじゃおう。くもりん天才です。え、飲んでいいの？でも僕も我慢できない。ダメ。うわ、プールの水は飲み物じゃありません。水分を取るときは飲み物を準備して休憩できる場所でこまめに少しずつ飲んでちょうだい。は、はい。うん、ちょっと休憩っと。あー、冷たくて美味しい。あ、少しずつって言ってたじゃん。だって美味しいんだもん。じー、一気に飲んだら体を冷やすわよ。少しずつですよね。そうよ、気をつけてちょうだい。やっと戻ってきたか。お前らが休憩してる間にこのプールで優雅に楽しませてもらってるぜ。
それじゃあお邪魔しまーす。なっ、おい、クモリンスーパースライディング、うわー、キュッ、クモリン、なっ、本当はウォータースライダー怖かったんだろう。あー、大丈夫、おしっこ、ん、おしっこ漏れちゃいそう。あの時いっぱい飲んじゃうから滑ったらおしっこしたくなったってわけだな。も漏れる、早くトイレに。そんな時間はないってね。トイレの場所忘れちゃったし。そら、まさかプールで。やめろ、させないわ。間に合ってちょうだい。さあトイレよ。ギリギリセーフ、間に合った、よかった。びっくりさせやがって、ハラハラドキドキだったでしょ。もう反省しなさい。うん、間に合ったからよかったけど、プールはみんなと遊ぶところでトイレじゃないのよ。そうなんだ。トイレに行きたくなったらちゃんとトイレに行ってちょうだい。迷ったら案内や係の人に聞いてみましょう。はい。君たちも今までルールを破ってたけど、ちゃんとこれからは守れるかしら。は、はい。へん、王子様は一度言われたら忘れねえぜ。僕も。分かってくれたみたいね。私もみんなに安全に楽しんでほしくて、たくさん怒ってごめんなさいね。さあ今度はこのボールたっぷりのプールで楽しんでいってちょうだい。わー、ボールプールじゃねえか。わーい、全部俺様のボールだ。とっても楽しそうね。みんなもプールのお約束守れるかしら。守れる子はグッドボタンよ。みんなコマンドレボーン、クモリンです。今日はみんなで変速。ダメダメダメ、大砲。なんで、レッツプレイ。今日はみんなで変速。電車に乗って公園に向かうよ。みんなおやつ持ってきた？もちろんよ。僕はね、特別なおやつ、バナナでしょ。なんでわかったの？でもスペシャルビッグバナナ、でっか。おやつの時間楽しみね。早く駅に行こう。わー、閉まっちゃった。早く駅に行きたいのに。ダメ。なんだ、僕はマナー警察。マナーを守れない子はダメダメダメ。僕なんか悪いことした？これは遮断機、降りてきたら電車が来る合図だよ。遮断機がうまく動かなくなったら大変だよ。だからダメ。渡る前にも左右をしっかり確認してから行くんだ。反対の電車が来るかもだからね。僕逮捕？1回目は厳重注意で許してあげる。でも2回目はダメ。逮捕逮捕逮捕。逮捕されたら遠足でおやつ食べれない。食べられません。なんだって。慎重に行きましょう。うん、駅に着いたよ。引っかかっちゃったの？あれ？僕も引っかかっちゃった。なんでだ？チャージしたお金が足りなかったのかな。僕、駅員さんに聞いてくるよ。電車もうちょっとで来るよ。えい、こうなったら。あ、入っちゃった。ダメ。守れない子はダメダメダメ。僕は駅員さんのところに行きたかっただけだよ。
改札は飛び越えちゃいけません。お金が足りなかったらこの機械でチャージできるよ。ここで切符も買えるんだ。駅員さんのところには外からでも行けるから、困ったら聞くんだよ。ごめんなさい。切符ってどう買うんだよ。お金を入れて上の絵から行きたい駅の金額を見てタッチするんだ。目的地のコマンタレブー駅はあった。150円だな。切符を入れれば通れた。やったね。ホームに行こう。電車行っちゃったね。次の電車に乗りましょう。来るまでちょっと時間あるね。ねえねえつくも、新作のお洋服見た？え、見てないわ。これ、可愛くない？すっごく可愛い。プリルに似合いそうね。まもなく1番線に電車が到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。あ、電車来る。でしょでしょ。でもつくもにも似合いそう。確かに欲しくなっちゃうわね。ダメー。ではマナーを守れないとはダメダメダメ。お洋服の話したらダメだった。お洋服の話は大丈夫。でも足元を見て。あ、黄色い線。電車が来るときは黄色い線の内側にいなきゃダメ。電車にぶつかったりホームに落ちちゃったら大変だよ。ごめんなさい。次から気をつけるわ。もし危なくなったら非常停止ボタンを押すんだよ。はい。あれ、もしかしてみんな厳重注意された？次は逮捕？ま、大丈夫だろ。電車の中のマナーは知ってるし。そうね。静かに目的地に向かいましょう。お腹空いたけど、電車の中で食べ物はダメなんだよね。早く食べたいから手に持っておこう。スペシャルビッグバナナ。駅に着いた。公園まであと少し。あ、踏切だよ。止まって左右を確認。右、左。ん？なんだろうこのボタン。非常ボタン？クマリン、行くよ。あ、うん。で、やあ、ビッグバナナが。あ、遮断機が降りたよ。あれ危ないじゃない？どうしよう。あ、あのボタン。まだ間に合うぜ。うん、取りに行かなきゃ。みんなで行こう。絶対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 ダメ。間に合った。君たち入ろうとしたね。音が鳴っている踏切には絶対に絶対に入っちゃいけません。電車がやってくるからね。それに遮断機も触っちゃダメでしょ。あ、でもスペシャルビッグバナナ。もし危ないと思ったら非常停止ボタンを押すんだ。小さいものであれば電車がいなくなったら取りに行こう。危ないと思ってボタンを押したの、すごく良かったよ。え、やった。でも君たちはもしかして逮捕逮捕逮捕。おやつは食べれません。マナー守りましょう。非常停止ボタンもどこにあるか見つけとくのも大事だよね。お、反省してくれたかい。うん、ごめんなさい。そっか、そしたら解放してくれるの。次からは気をつけてね。へいへい、カマリー。
早速おやつ食べましょう。うん、みんなで食べよう。スペシャルビッグバナナ。そうだ、ソフトバナナ。はトイレ我慢している罪の容疑がかかっているわ。確かにいっぱい汗かいてる。もうごまかせないわよ。ごめんなさい、遊びたくて我慢してました。トイレの我慢はとっても体に悪いわ。ちゃんと行きたいと思った時に行きましょう。はい、行ってきます。あ、僕もさっき行こうとしてたんだった。なんだか体が軽くなった。はい、ちょっとお話聞かせてもらうわよ。うわー、僕何かしました？今あなたには間違った便座の座り方をしている罪の容疑がかかっているわ。トイレをするときは前を向いてゆっくり便座に腰をかけるのよ。こうだね。次から気をつけてちょうだい。はい、キリ、次僕も入ろう。あ、ちゃんと便座に座らないと警察さんが来ちゃうよ。僕ちゃんとできるよ。よいしょっと。ほら、問題なし。おトイレ完了。あとはトイレットペーパーで遊戯するだけ。うん、もっとかな。まあこのくらいでしょう。多すぎるわ。よい、警察さん、あなたにはトイレットペーパー使いすぎ罪の容疑がかかっているわ。トイレットペーパーは取りすぎないで必要な分だけ取りましょう。一気にたくさんのトイレットペーパーを流すのはトイレを詰まらせる原因にもなるわ。ちゃんと守ってちょうだいね。はい、気をつけます。お、やっと出たか。ちょうどトイレしたくてしょうがなかったんだ。そうだ、教えてあげる。トイレットペーパーは使いすぎないように気をつけるんだよ。そんなの言われなくても俺様はわかってるぜ。もう、なんだってノイズ様だからな。トイレを済ませたらトイレットペーパーは必要な分だけ使う。ガッガッガッ、簡単だぜ。トイレ完璧。あ、ノイズもトイレ終わったんだね。みんなのこと待ってたら僕も来たくなっちゃった。トイレトイレ。いやそれさ、どうしたの？何があった？トイレに、うんちが、うんち？それがどうした？匂うわ匂うわ、これは大事件だわ。警察、俺様は何も。いいえ、あなたにはトイレが終わった後流してない罪の容疑がかかってるわ。何？トイレは使った後必ず流さないとダメよ。トイレをきれいに使うのもそうだけど、次に使う人が困ってしまうわ。本当にびっくりした。悪かったな。流せばいいんだろ。流すときは小さい方と大きい方で回すところが変わるから、ちゃんと使い分けましょう。そうだな。次はこんなことしないように。ふう、やっと入れる。よし、トイレオッケー。ちゃんとお水も流して無事に完了。よし、みんなトイレが済んだところでおやつにする。いいね。はい、ストップストップ。もうみんなトイレは済んだよ。最後にみんな大変な罪を犯しているわ。どういうこと？トイレが終わった後必ずしなくちゃいけないことがあるの。なんだ？それがわからないとみんな逮捕しちゃうわよ。
トイレをした後にしなくちゃいけないこと。バナナを食べること。クモリンが食べたいだけでしょ。お腹空いちゃって。あ、もしかして手洗い？そう、トイレをした後は必ず手を洗うこと。トイレの後は手がバイキンや細菌だらけだから、そのままおやつを食べたらそのバイキンごと食べることになるわよ。洗ってきます。トイレの後は手をきれいに。うん、上出来よ。これからもトイレのマナーを守ってちょうだい。忘れないように振り返りましょう。トイレの我慢はダメよ。便座には正しく座りましょう。トイレットペーパーは使いすぎないようにしましょう。トイレをしたらちゃんと流さないとダメよ。最後に、トイレをした後は手洗いをしっかりしましょう。守れる子はグッドボタンよ。でも綺麗になったところでバナナ休憩だい。みんな困ってるぞ。サンサンとグモリンドイッツ。今日の給食はスペシャルケーキ。楽しみ。逮捕逮捕逮捕。なになになに。レッツプレイ。次は給食だ。あ、おい、今日って確かデザートのスペシャルケーキの日だよ。やったー。早く並ぼう。ゴキ、俺様が先だ。わ、そこの生徒、待ちなさい。なに。私はマナー警察、つくもよ。食事マナーを守れない子は逮捕逮捕逮捕。順番の割り込みはいけません。給食は正しく並んで順番にもらっていくのよ。もしかしてノイズ逮捕されちゃう。1回目は厳重注意で許してあげる。2回目はダメ、逮捕して連行します。今日のデザートは没収。いいぞにゃん、スペシャルケーキが。マナー違反しなければいいんでしょ。やるじゃねえか。それじゃあみんな一緒にいただきます。あら、みんなお箸の持ち方綺麗ね。でしょでしょ。鉛筆の持ち方で持って下にもう一本。上のお箸だけを動かして掴むんだよね。うん、よくできてるわ。あくん、そういえば昨日の忍者ソーダくん見た？見た見た。手裏剣と区内をめちゃ投げてた。僕たちにもできるかな。できるよ、シュッシュ。負けないよ。危ないよ。君たち、食器で遊ぶのはダメダメダメ。先の尖っているものは危ないし、食器は遊び道具じゃありません。食事の時は遊ばないで座って食べるのよ。次は逮捕だからね。はい、ごめんなさい。もぐもぐもぐ、ごっくん、今日のコロッケ大きいね。うまく持てないよ。ぐぬぐぬぬぬぐぬぬぬぬ、あー持ち上がらないよ。疲れた、休憩。あ、こうして食べればいいんだ。もぐもぐ、おいしい。君たち、ダメダメダメ。わあ、食べ物を刺しちゃダメ。でも食べづらかったの。お箸は掴んで食べるものなのよ。もし食べづらかったら小さくしたり、フォークやスプーンを使いましょうね。はい、ごめんなさい。あれ、僕たち、もしかしてみんなもう一回ずつ注意されてる？次マナー違反したら逮捕。俺様のスペシャルデザートか。まあ、なんとかなるでしょう。うん、僕はもう食べ終わったし、デザートまでゆっくりしよう。大きい音。耳元でやめてよ。むむむむむ、逮捕逮捕逮捕。君たちはマナー違反です。お茶飲んじゃダメなの？お茶を飲むのは大丈夫、でも大きく音を立てて飲むのはダメ。ラーメンやお蕎麦とか音を立てて食べるものもあるけど、お茶やスープはなるべくすすらないように飲むのがいいわ。音が気になる子もいるわ。僕
たちも捕まっちゃうかも。もふもふ。俺様はそんなヘマしねっつの。一番最初に注意されたくせに、もぐもぐ。なんだと？このケーキも俺様がもらってやるからな。はあ、どうしてそうなるのさ。二人とも落ち着いて。落ち着いてる。逮捕逮捕逮捕。キャー、ケーキまだ奪ってないからセーフだろ。そういう問題じゃありません。食べながら話すのがダメ。食べ物が飛んでいったり喉に入ってむせちゃったりするのよ。それじゃお話できないじゃん。飲み込んでからお話ししましょうね。ということで逮捕没収。俺様のケーキが。反省するのね。わわわわ、どうしよう。みんな捕まっちゃった。みんなで楽しみにしてたケーキなのに。とりあえず給食を食べ終わらなきゃ。みんな、僕がマナーを守れるよ。グッドボタンで応援して。お箸の持ち方、よし。食べづらい時は小さくする、よし。席からは立たない、大きな音が出ないように。飲む、もぐもぐ。ごく、話すときは口の中に何も入ってないとき。すごい。食べ方が綺麗なんだ、かっこいいね。あ、ごちそうさまでした。やった、デザートのスペシャルケーキだ。いいな、サンサン。マナー警察。はい、何？このケーキ、みんなでは結構してもいい？なんだって。だってそれはスペシャルなケーキ。みんなの分は没収されちゃったけど、僕のケーキを分けっこしようよ。その方が美味しいよ。母さん、なんて優しい。それなのに僕たちは分けっこの考え、素晴らしいわ。みんなも反省しているようだし。してくれるの？次からはマナー守れるわね。みんなで座ってケーキを食べに行こう。あのバナナも食べよう。今日のお絵かき。